こんにちは、サータンです。今日はじゃーん、お団子をたくさん買ってきました。で、この団子は立花食品から出てる越後団子です。で、なんかね、6種類いろいろ種類があったんで、今日は2本ずつ買ってきました。で、種類なんですけど、この一番端っこが揚げ餅で、で、その隣がずんだで、よもぎ餅で、みたらし団子、ごま団子、こしあん団子です。もう全部美味しそう。しかも私が大好きなずんだもあるし、この揚げ餅とかめっちゃ美味しそうなんで、早速食べていきたいと思います。いただきます。まずはじゃあ気になってた揚げ餅を食べていきたいと思います。めっちゃ美味しそうやし、めっちゃでかいんですよこれ。いただきます。もちもち、めっちゃ柔らかいです。味はね、ちょっとなんかめんつゆっぽい味ですね。めっちゃ美味しい。やっぱね、スーパーとかコンビニで買う団子とは違う。めっちゃ柔らかくてもちもちしてて美味しいです。じゃあ次は私の大好きなずんだを食べたいと思います。なんかね、ずんだって結構緑のイメージなんですけど、これはすごい黄色っぽい、なんか見た目は芋っぽいですね。いただきます。うん、一口で一個いったら思いのほかでかかった。これもめっちゃ美味しい。じゃあ次、みたらし食べたいと思います。みたらしのこの甘じょっぱい感じ、私めっちゃ好きです。もうマジ幸せ。次、ごま団子食べてみたいと思います。うん、口の中に入れた瞬間、ごまの風味がめっちゃすごいです。めっちゃ美味しい。私黒ごま大好きなんですよ。全然足りんかったこれ。じゃあ次、こしあん食べたいと思います。やっぱこれは王道ですね。美味しい。こしあんめっちゃ舌触りがいいです。うん、次、よもぎ団子食べたいと思います。よもぎ団子はね、私自分であんまり買わないんですけど、ちょっと食べてみます。結構草っぽいイメージあるんですけど、これほんと食べやすいです。でね、上は粒あんが乗ってます。とりあえず一通り食べたんですけど、私的の1位はやっぱりずんだが好きです。じゃあ残り食べていきたいと思います。わかりやすいけど、やっぱり私は好きなものを最後に残したいんで、これから食べていきます。もちもちしたもんってやっぱりほんまに美味しいわ。なんかどの食感が好きって言われたら、もちもち系かザクザク系なんですけど、やっぱり1位はもちもち系かもしれへん。ほんまに無限に食べれそうなぐらい美味しい。
これとごまめっちゃ迷ったんですけど、やっぱりごまよりかはこっちのが好きかな。めっちゃご飯系です。ではラスト1個いただきます。ごちそうさまでした。はい、ということで今日は立花食品さんのいちご団子を食べたんですけど、ほんまにどれも柔らかくてめっちゃ美味しかったです。前にも和菓子食べたんですけど、やっぱり店によって全然違うんやなって思いました。で、やっぱ何より私の大好きなずんだがあったんで、今日はそれを食べれて幸せでした。まあ、最近お餅とかお団子の動画は出してるんですけど、食べるときは喉に詰まらないように注意して食べてください。では今日はこの辺で終わりたいと思います。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。サータンでした。